ちょっと無理。今回は、インペラトルローマ実況していきたいと思います。あれ、アップデートまで待機するんじゃなかったの？いやね、TW3K に飽きたわけじゃないのよ。すごく楽しいのよ。でもね、美味しいのも食べすぎると食傷気味になっちゃうのよ。で、スパルタプレイに逃げ出したと。多分、アップデート後にセーブデータが使えなくなるなら、26日までに走り切ってみようと。じゃあ、欧州にスパルタ教育を、副大欧州ホモ化計画、頑張っていこう。というわけで、ペロポネソス半島の統一が目標の一つだけど、すでにマケドニアとフリジアが進出してきてるんだよね。そんな状況でどう統一してくのさ。両国の傘の下から外れた国をこしく狙っていく予定。現在は、ブオラがマケドニア連合と戦争中。このブオラとおまけを狙っていくってことか。そう、そのおまけたちは、島国エトリア、東西に分断された国アイギオン、もう一カ国あるけど、その国はフリジアの直近の国なので手を出さずに行くよ。マケドニア以外に大国を相手にしたくないからな。というわけで、請求権は偽造済みなので、宣戦布告。いつも通り、スパルタ軍はすでに待機済みなので、まずはアイギオンの領土2カ所から攻略開始していくよ。アイギオンの領土はどっちも砦があるんだよな。ここあたりは、小国家の常なのか、きちんと砦を作ってるんだよね。財政が成り立つのが基本条件なんだろうけど、領土2つしかないのに砦2つ所持とかすごいと思うけどね。これだけで維持費2円持ってかれるからな。私も維持費を意識してなくて、コメントで指摘をいただいて驚いたからね。まずは一つ目の砦が陥落。東の砦か。島国にも砦があるから、早く攻略していきたいんだけどね。ブオラの領土はマケドニア連合に占領されてるし、動きようがなさそう。ブオラからは平行渉が来てるけど当然無視するよ。和平するメリットがスパルタにはないからな。ここでようやくアイギオンの領土2つを占領完了。そのまま島国エトリアに攻め込むよ。エトリア軍をなぜか連戦で完全撃破し、砦攻略戦へ。ブオラがマケドニア連合と和平。何？このスパルタに対する嫌がらせみたいな領土の取り方。マケドニアはスパルタに軍事通行権はくれないので、今のスパルタには手が出せない状態に。船は、ガレー船はないの？それがね、特産品の木材がなくて作れないんだけど。とある州の政策を、貿易を奨励、に変更して、交易路を使用して木材を調達する。これにより、港のある領土でガレー船が建造可能に。適当にガレー船を8隻作っておくよ。ガレー船の建造を待ってる間にエトリアの砦が陥落し、残るハブオラのみに。ガレー船が8隻建造完了したので、集合させてー。合流させてー。乗せるのは海に出港させてからだと気づき。疾患を指名してー。乗船が完了したので移動開始。上陸開始。あっさりブオラの砦が陥落して。
残りの領土は砦の占領効果に任せてー。終了からの和平タイム。当然もらえる領土は全ていただいてー。和平からの指導者追放タイム。ここでスパルタ最大に危機が訪れる。マケドニアが宣戦布告してきた。現在スパルタは慢性的な人的資源不足。プオラ連合との戦いでも最低限に収めたけど、現在人的資源は12000程度。一回の回戦でのダメージだけで飛びそうな人的資源。かといって、宣戦布告された以上どうにかしなきゃ国が滅亡しちゃう。マケドニアは欧州本土とペロポネソス半島と2領土を持ってる状態。スパルタのマケドニア国境には砦があり、ある程度砦で防げるだろうと考え、欧州本土を消耗させる戦法を取り、スパルタ軍はまずペロポネソス半島側の領土を占領していくこととするよ。うまくいくのかな？いかなかった時は、スパルタの危機が続くだけよ。国境の砦がどれだけ頑張ってくれるかだね、勝負は。ペロポネソス半島は、微妙に砦が多いけどなんとかなりそうかな。こっちをどれだけ早く片付けるかも勝負になるかな。ペロポネソス半島の攻略が終わらないうちに、マケドニア軍が国境付近に到着。見えてるだけでスパルタ軍を上回ってるし。マケドニア軍の人的資源も余裕がない状態みたいだから、砦攻略でどれだけ消耗してくれるかだね。マケドニアの属国の領土は占領完了、あとはマケドニアの砦二つ。スパルタの2個軍団の手が空いたので、半島北部に待機させておくよ。砦救援に向かわないの？それは全軍が集まってからかな。まずはこっちの領土を占領させて、その間にどれだけ消耗してくれるかよ。半島攻略戦もあと砦一つ。国境の砦ももう少しで陥落しそう。ここでマケドニアの王が崩御し、継承の危機が発生。初めて見たような気がするけど、何するの？私も初めてのイベントだからわからないけど、使えそうなら何でも使うよ。彼がマケドニアの王で、出席が、兄弟なのか、その兄弟が王位を狙ってるみたいだね。府中の強さ。マケドニアで反乱が起きたらチャンスだけど、ここは彼に反乱を起こしてもらえるのにかけてみよう。ついに国境の砦が陥落。もう一つも陥落。あとは北部につながる領土に一つあるだけ。その砦のせいで北部には抜けれないから、どう動くかだね。海峡を渡って半島に来そう。ここで半島攻略が完了。マケドニア軍も半島に上陸。数は2個軍団で18000ほどか。1個軍団が帰っていって、8000の軍団が1つ残った。これはチャンスだね。まずはこの8000を撃破しよう。まずは1勝。スパルタ軍全軍で欧州へ突き進み、マケドニア軍がどう出るか、見てみよう。賭けに近いけどな。今見えてるマケドニア軍の数が少ない以上、少しは冒険をしないと。あっさりと北部の玄関口の砦が陥落した。スパルタ軍22000対マケドニア軍20000。ほぼ互角の勝負だけど、損害がいかほどかで今後に影響しそう。こちらは7000程度の損害、マケドニア軍は10000の損害。勝ってはいるけど、まだまだ勝ちを積み重ねないと。
ここで、北部から南下してきた1万5000のマケドニア軍が攻撃態勢に。予備の6000を動かすと、すかさず1万の増援が東から出現。あっさりと西側の海戦は敗北。東側は前線してるけど、西側の海戦に勝利したマケドニア軍が合流した結果、まさかの2連敗。マケドニア軍の本気を見せられた感があるね。これで負けってわけじゃないでしょ。まだギリギリ再戦するだけの人的資源はあるから、それでなんとかしないと。そして地軸を注ぐべく再戦を目指すスパルタ軍。マケドニアも人的資源は底をついてる。あとは今持ってる兵力を消耗しつつしたら終わりってことか。そう、一つずつ確実に潰していこう。まず一勝。北部を攻略し終えたマケドニア軍約2万が南下。応援は間に合ったものの、兵力差は覆せず。砦を攻略した軍団が応援に行くけど、間に合うか。間に合う前に戦闘に勝利。これは大きい勝利だよ。これでマケドニア軍の兵力は枯渇したわず。一気に反撃に出て、領土を取り返すよ。順調に領土を取り返していたところで、1万8000のマケドニア軍が出現。もうスパルタ軍も人的資源が尽きてるよ。ここら辺が潮時かもしれないね。和平、乗ってくるかな。やるだけやってみてダメなら、その時考えよう。じゃあ、運命の和平タイム。今の占領軍を割譲で和平してくれる。どうやらそうみたいだね。これはスパルタの勝利ということだね。じゃあ、これで和平で。まさかマケドニアに勝利できるとは思わなかったよ。これでペロポネソス半島は確保できたのかな。半島の範囲がいまいちだけど、多分確保できたと思うよ。さて、マケドニアに勝利したスパルタはさらなる勢力拡大のため、北上することにしたよ。いろいろ宣戦布告先に悩んだけど、スパルタの北部の定住部族ダオリシアに決定。ダオリシアは6カ国との間に部族連合を組んでいたけど気にせず宣戦布告していくよ。宣戦布告。尺の都合でダオリシア戦は割愛するけど、マケドニア戦より激しく、また傭兵を動員した戦いになったよ。やっぱ、敵国の数が多くなるだけ厄介さが増す気がするなぁ。確かに、1対1の方が楽だったりするからね。というわけで和平タイム。もう少し頑張りたかったけど、人的資源が枯渇して継戦不可能だったよ。要求としては、ダオリシアの南部の州とギリギリ確保した山岳部の州を割譲で。和平。からの指導者追放。というわけで、今回はここまで。途中尺の都合で割愛があったのはお詫びしておきます。撮影しつつ、動画を作りつつのスタイルだから。こんなもんかなで撮影してるから長くなりすぎる時があるんだよな。今回もマケドニア戦が思いのほか盛り上がりすぎてしまったかな、と思うけど、現時点でのライバルだから仕方ないかな。そういえば、この世界では順調にローマが育ってるな。そうだね、その代わりカルタゴの伸びがいまいちになってるよ。何度かプレイしていくと、こういう変化があるのもまたいいかもね。じゃあ、時間がないけど、もう少しだけスパルタの活躍をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。